次は一人の歌手の魅力をたっぷりとお届けする熱唱一人舞台、今回は門倉ゆきさんです。持って生まれた歌唱力と独特のハスキーボイス、そして聴く者の心を圧倒する表現力こそ門倉さんの最大の魅力です。そんな門倉さんにとっては初めての熱唱一人舞台、まずは代表曲3曲から聴いていただきましょう。19年泣いて
虫がカモメに生まれてきたら夢など丸めて空から捨てる。生きてりゃ切ない昨日も明日も思い出船が波の上本気で惚れて Yeah.
あなたのこと。全員私置いてどこへ行ったの。全員私置いてどこへ行ったの。改めましてこんばんは、門倉ゆきです。ありがとうございます。まずは女の寮歌、そして私のデビュー曲カモメ、そして J を聴いていただきました。毎日こうして歌を歌う中で、自分の歌はもちろんですが、他にも様々な歌に出会ってきました。この次は私が出会った歌の中でどうしても今日歌ってみたかった歌を皆さんに聞いていただきたいと思います。まずはペドロ&カプリシャスの別れの朝、次にデビューのきっかけになった歌、森昌子さんの悲しみ本線日本海、そして内藤泰子さんの心を乱して運命変えて、この3曲をですね、私なりの表現で、歌ってみたいと思います。それでは3曲続けて聴いてください。言わないで
た雪一人残る私はちぎれるほど手を振るあなたの目を見ていたあなたの目を見ていた
つが変われば行きたがる子供みたいに甘ったれ泣いたあの夜も忘れただろう。私ももうデビューして今年で14年、大好きな歌があり、そして私を応援してくれる皆さんがいたからこそ今日まで歌い続けることができました。歌がある限り、応援してくれる皆さんがいる限り、明日からまた大好きな歌を歌い続けていこう。ありがとうございます。改めて心に誓いました。最後は新しい歌で、汚れなき瞳、そして私にとって大切な一曲です、ノラ、2曲続けて聴いてください。私は知ってる瞳閉じりゃ見えるものがあると踏みつけられ叩かれても痛みの分だけ癒すように歌どこかであなたにこの歌届くと思うだけで強く生きてゆける。で育った今でも絶えない心の青あざ愛されないのは自分のせいだとつけた傷を風に晒してみた
話した後には愛の歌をそっと口ずさむ。
門子さんありがとうございました。初めての一人舞台いかがでしたか。いやもう本当にあの緊張したんですけども、本当にもうほっとしました。ほっとしましたか、はい、ありがとうございました。ご視聴の皆さん大きな拍手をお送りください。 BS 日本の今回は札幌市の北海道コモチェンデン銀会館ホールからお送りしました。さようなら。